総線はフランスパリから南の郊外へかつて運行されていた鉄道路線である。パリ市内のリュクサンブール駅と宋のロバンソン駅及び途中のブールラレーヌ駅で分岐しサンデミレッシュブルーズ駅を結んでいた。現在はラービー線の一部となっているが、総線という名は今も通称として用いられることがある。パリの南郊外に位置する宋はパリからシャルトルなどへ向かう。 幹線鉄道の経路からは離れていた。一方、1838年には鉄道技術者、ジャンクロー、政府との協定に基づき、あるのは1844年に、パリ、パリのアンフェール城門と総駅の間 10.5km は1846年に開業した。6月7日に開業式が行われ、6月23日から営業運転が始まった。 開業時の期間は1.75メートルの後期であった。ブールラレーヌから相までは、アルノー式を活用した急曲線が連続していた。ブールラレーヌ駅南方では、半径30メートルの曲線でほぼ直角に向きを変えていた。次のフォンテネ駅から相駅までは丘を登るためつづら折礼状の線形となっており、半径50メートルから70メートルの曲線で4回。 ほぼ180度ずつ曲がっていた。なおこの間の勾配は10.5パーミルであった。このほかダンフェール・ロシュロー駅と総駅の構内も、急曲線によるラケット状のループ線となっており、機関車を付け替えることなく、折り返しが可能になっていた。その後、1854年には、ブールラレーヌで分岐しオルセーまでの路線が開業した。パリオルレアン鉄道時代の創戦1857年。 総線はパリオルレアン鉄道に買収され同社の一路線となった。また1867年にはオルセーからサンレミレッシュブルーズを経由してリムールまで延長された。この頃まで総線は他の鉄道路線との連絡のない孤立した路線だったが、1867年にプティトサンチュールとの乗り換え駅として総サンチュール駅が さらに1883年にはグランドサンチュールとの接続駅としてマッシーパレゾー駅が開業した。また、19世紀末になると構造の複雑なアルノー式は時代遅れとなっており、1891年にはパリからプールラレーヌ経由リムールまでが標準機に改めきされ、車両もボギー台車を利用したものに改められた。 ブールラレールマイナス総関は1893年に標準機による軌道の全面的な付け替えが行われ、終点はロバンソン駅に変更された。1895年には、それまでパリ側の起点だったダンフェール・ロシュロー駅からパリ中心部に近いリュクサンブール駅までが延長された。これにより利便性が向上し、乗客は約50%増加した。 1929年、メトロの運営会社であるパリ首都鉄道は、パリのターミナル駅から各方面に向かう郊外路線をパリ市内の地下線で相互に結ぶ計画を発表した。これは、後のラーのもととなるものであり、総線はリュクサンブール駅からセーヌ川を越えて右岸まで延長され、北部郊外方面への路線と直通運転を行うものとされた。 CMP とパリオルレアン鉄道、フランス政府、関係自治体の協議を経て、直通に備えた、総線の改良が行われ、1937年には、リュクサンブルール、マッシー・パレゾー間が直流1500ボルトで電化された。この他信号や、駅の改良が行われ、運転本数は1日あたり53本から153本へと、大きく増加した。 1938年のフランス国鉄発足時に、総線のマッシー・パレゾー遺南は、パリオルレアン鉄道の他の路線と、同様フランス国鉄に移管されたが、リュクサンブール、マッシー・パレゾー間は、CMP に移管され、以後は、メトロの一部のように扱われ、エストフされて、メトロの路線図に表示されるようになった。サンデミから、リムール方面への配線後また、 南部区間の内マッシーパレゾーからサンデミレッシュブルーズまでは1939年に電化され CMP 区間と直通運転を行った。これらの改良により世界強行以来減少の続いていた乗客数は急上昇に転じた。一方で電化されないままだったサンデミレッシュブルーズリムール間は1939年に休止され1940年には 正式に廃止された。リュクサンブールからパリウガン方面への延長は、資金難から着工に至らないまま、第二次世界大戦勃発により中止された。ラー、B 線も、参照1960年代になると、郊外路線のパリ中心部のリー入れが、再び計画された。1977年、総線は、セーヌ川を越えシャトリレ、ある駅まで延長され、 ラーの B 線となった。さらに1981年にはパリ北駅まで延長され、1983年からはシャルルド、ゴール国際空港等、パリ北部郊外へ向かう路線との直通運転が行われるようになった。ありがとうございます。